なんかな、うん、ちょっとしんどい。え、そうなの。どうも、クーピーチャンネルです。いやー、こんなことってあるんですね。夫婦で車中泊動画撮影していたら、今までの人生で一番大変なことになりました。今回リアルに起こったプライベートなことなので動画にしようか2ヶ月迷いましたが、ありのまま伝えたいと思い投稿することにしました。4ヶ月前に投稿した10万人記念銀の盾ソロ車中泊、本当は嫁と2人で撮影していました。この時嫁の体調に異変が現れたので大事を取って車中泊は中止にしました。この時焦りました。心配でした。まずはその時の実際の動画を見てください。やりました。やりました。映るか。すごい。なんかな。うん。ちょっとしんどい。え、そうなの？なんで？熱ある？なんかわからんけど。吐き気するとか。うん。吐き気するの、うん。ちょっと気持ち悪い。でも最近ずっと言ってもな、なんかちょっと気持ち悪いって。うん。なんかあるんじゃん。病院で見てもらった方がいいんじゃないか。うん、なんか心当たりやる？なんか食べたとか。落ちてるもん食べた。そんなわけない。緊張してきたな。ちょっと嫌。さあ、到着。大南多発地域です。出た？出た。出た、ね、うん。まだ分からん。なやそれ。なやそれ。なんかね。え？すっごいちっちゃいこんなのは見えたって言ってたんやけど、ただそれがすごいほんまにまだちっちゃいから、うん、あと1週間もう一回来てください。あ、そうなの？びっくりした。だから今可能性で言うと3つあって、ほんまにそのちっちゃいのが正常な妊娠で赤ちゃんの袋があるか。うん、その子宮以外のところにできてる か、 なんか妊娠の検査薬では陽性になってるけど、違うところで子宮外妊娠っていう異常な妊娠してる。あ、なるほど。それか最初はできてたけど途中でできなくなってちっちゃいままおるか、うんうん、そういうの3つのどれか。うわー、ドキドキしたわ、ほんま。もうなんかできてるもんやと思ったからな、俺の中では。でもまだ分かれへんな。そうそうそう、気抜かれへんってことやな。そうそう。で、来週もう一回行きましょうか。うん。よっしゃ、おつ。あのね、え、うん、まだ分からん。何やそれ。まだ分からん。何やそれ。胎のっていう赤ちゃんの入ってる袋自体は先週より大きく、すごい2倍ぐらい大きくなってたんやけど、うん、この週ではもう見えていいはずの心拍が確認できひんかった、うん、心拍がなんかトットットットって、ほんまやったらもう確認できるんやって、心臓も。結構やばいってことじゃん。うん、だから来週もう見えててもいい、これやから来週もう一回また来る、うん、来週見えてへんかったら流産かもしれんって。あ、そうね。よかった。よかった。今5ミリ。びっくりした。うん。やった。嬉しい？うん。クビジュニアの誕生？うん。クビジュニア。じゃじゃん。卵クラブ。あ。それあれ、要はあれ宣伝したやつや。うん。初めてやもん。パパ、
パさんやで、うん、そうか、今日からパパか、そう、また家お父ちゃんならな、うん、なんか分かっとんのか、うん、頑張りましょう、な、うん、嬉しい、嬉しいとりあえずあれやな、うん、今日もう打ち上げやな、打ち上げやな母子手帳もらいに行かなあかんて、もうまず、うん、もう今から行かん、行きましょうか、うん、なんかめっちゃ広い部屋に案内されたな。結構優しかったね、いろいろ教えてくれてよかったね、うん、初めての母子手帳、うん、見る？めっちゃ可愛かったです、うん、動物、うん、かわいいね、なんかあれやなできたやって感じそんな、no。 うん、お疲れ、お疲れでした、うん、どうやった、めちゃくそ元気やった元気やったすっごい踊ってた、え、動いてた、混乱してそんなわけないお前で混乱してな、うん、なんか混乱混乱、あとファーってジャンプしたりして、そうで最後なんかハンモックなんかこんな持たれて黄昏れてる感じなんで、そうめっちゃおもろかった、めっちゃリゾート地みたいになってる、そうすごいな、楽しそうにしててこんなに動いてたんって思って全然感じひんのさ、胎動がもう少しで感じられるってこういう動きの、元気やって心臓も向いて、ね、臓器もちゃんと下位置についてて、うん、脳もちゃんと2つ分かれてるんで、そんなもん分かるんだね、すごいな、もうちょっとしたら運が良かったら見えるかもみたいな、今日はね足閉じてて、うん、で向きもちょっと良くなかったから見えへんかって、どっちやろうなこの感じ男っぽいな、なんかな、すごい似てるで動きが、うん、ほんまにこんなんしとったからな、うん、楽しみやな、うん、また1ヶ月後来ましょうか、うんうん、どうでしたか、あ、行きます、うん、なんと、うん、女の子確定しました、性別、うん、今日わかった、うん、嘘やん、そんな俺言ってやそれ、え、性別今発表するねって言ってやそれやったらえ、女の子、うん、嘘、ね、嬉しいな、うんうん、女の子はお父さんに似るっていうから、うん、同じ顔で生まれてくんちゃう、クーピージュニアまたちっちゃいクーピーちゃん生まれてくんちゃう、うん、女の子か、いや、どうしようどうしようってどうもすることはないけど、とりあえずマクド食いに行こうか、うん、さっき塩分高い食事やめてくださいって言われたばっかりだけどやめとくうん、行くはい、というわけでありがたいことに子供を授かることになりました、いや、びっくりしたな、びっくりした、嬉しかった、いや、嬉しかったよ撮影中やからびっくりしたな、うん、そうやな、ちょっとそれまで体調悪かったりとかしててな、そうそう、ちょっと、うん、今月末に1本だけあの、うん、大きいキャブコンを試乗させてもらって、前にさくらっていうキャンピングカー1500万円のやつ、うん、あの動画撮ったんだけど、それのさらにまた高いやつ貸してくれることになりまして、ゆったり寝れるというか、だからそれで、うん、なんかマタニティ旅行それで行こうかって今話してて、うん、ね、安全確認しながら、うん、うん、超楽しみ、うん、そんな大きいキャンピングカー乗らないからね、な、うん、なんかもう夫婦どうそれ最後になって、で次からはまた来年とかクーピージュニア生まれたら3人で写真行くわクーピージュニア、うん、ええー、な、はい、ちょっと動画が長くなりそうなんで、話した内容とかはサブちゃんのクーピー家の日常の方でまた同時配信してますんで、よかったらチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。性別が女の子、女の子な、うん、え、女の子になると思ってた、最初できた当時は、うん、すっごい男の子な感じがしてたけど、子供を授かることになりました、授かることになりました、授かることになりました。